はい、金山古墳でございます。いやー、冬初めて来るね。河南町の古墳を回るようにしてやっとんだけど、今日ね、ここへ来らんわけにいかんやろ、言ってね、石棺を見てくれいうことだったんでね、この上石棺ちょっと覗きましょうかね。入れたかな。珍しいんですよ、全国でもね。すごい縁墳でございますね。さあ、ちょっと看板見てみましょうか。そう、縁墳、85.8m のか。高さがこっちが 9.4m、 ほんで北が 6.8m。 もともとだいぶ低かったんですけどね、だいぶ持ってくれたね。石室はね、今空いてるのはどっち側かな。北側やな。北側はまだ空いてんねえわ。北側の石棺がね、2基見えるはずやけど、見ていきましょうか。あら、先導の跡が。ずいぶん、ああ、空いてるんでね。入れるね、これね。あら、綺麗に見えるかね。石棺が逃げられますね。投稿されましたか。奥の方が新しそうやね。高さがわからんだ、これ下からこの付近で2メーター、下から2メーターちょっとあるぐらいか。中入られんな。全然行かれへんか。これみんな行ったり見とんねんけどね、どうやって行ったんやろな。これは潜っていく無理やな。潜れまへんか。ちょっとね、間が20センチの写真だよもんな。下はね、30センチほど空いてるか。35センチ40センチ。どうやってみんな入ったんやろうね。いやいや、これここまでしか入られへんな。わあ、綺麗やね。奥の方の石に、あの石棺の方が。これ修理してあったらしいんやけどね、あと残っとるかね、わかりませんか。これね、綺麗にね、綺麗に、これなんていうの、苔が綺麗にすごいことになってる。これ、あー、すごい。これは遠いの罠なのかね、組み替えたんかな。組み替えたような感じじゃないね。中は、中見えませんか。中は見えまくれ。はい、河南町の金山古墳です。石棺は見れますけどね、石棺は見れますけど、奥にね、入る予定で来たんだけど入られないですね。これを張ってみながって行ってんかな。いやいや、しかい行った後ないね、これね。あの中の綺麗なやつね、あの石棺の中で見てみたいんやけどね、全然違うんだけど。どっかにあったな。博物館にあったんか、この模型が。で、博物館にね、この模型があるはずなんやけどね。模型でよくは博物館にこれのレプリカがね、あるはずなんだけどね。真っ赤に塗られたかな。これいいよ、これ苔すごいことになってますよ。はい、なってようか。いやいや、この明かりがね、ずっとついてるから。はい、ありがとうございました。金山古墳でございました。
ここで足痛めたんやな、降りるときな。やめとくか、登るの。どっちやったかな。これ降りるときにね、足をね、くじいたんですよ。これ登られんかね。こっちの方はまだね、緩やかやから。ずーっと回れます、ここまで。ずーっとね。これによると、これによると書いてないか、何も。冬を来て始めちゃうから、いつもなんかこの辺雑草が生い茂っとるからね。で、蛇が注意と書いてあるからね、非常に歩きにくいんだけど。はい、ありがとうございました。金山古墳でございました。次は、どうしよう。次はモニュメント古墳に行こうか。はい、ありがとうございました。